さあ、チャンネル。はい。今日は福里奈さんに来ていただいております。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。だって2人で動画撮った初めてだから、ちょっとぎこちない感じなんですけど、ちょっと年も6個離れてるし、いろんなギャップがあるから、ちょっとこれをしながら仲良く話していこうっていう、そうですね、今日はそういう回です。はい、お願いします。お願いします。で、今日はですね、はい、この牛タンさんのね、提供でお送りさせていただくんですけれども、すごいすごいよね、分厚い分厚いよねこれをちょっとあのいただいたので、これを一緒に食べながら楽しくお話ししていきましょうっていうところでございます。はい、で今ねインスタグラムで質問募集してるから、こっからちょっとちょいちょい、はい、撮りながら話していこうと思います。はい、いやいろいろありました。いろいろありましたね。いや本当によく乗り越えたと思う。本当にすごい。いや本当に本当に、だってさ、待って、21歳でしょ。21で21のね、貫禄じゃないからね。貫禄ありますか？え、言われない？あ、よく言われます。言われるよね、絶対。25ぐらいだなって。そうよく言われます。なんか見た目とかじゃなくて、全然なんか、貫禄出るんでしょうね、ね、そういうところで、ね、出ちゃうんだろうね。出ちゃう、うん、一人になってみて、はい、今大変だなって思うとこ何？長くさ同棲した後に一人になってるわけじゃん。はい、まず虚無感はすごいあると思うけど、あります。生活面とかでさ、一番はやっぱペット3匹なんで、ね、もうそのなんかトイレの変えるのとか、まあ確かになんか子供と同じくらい大変だもんね。そうですね、なんかお散歩とか行ってあげないとって。あーそっか、今もうその子たちがいるからなんかこう頑張れるみたいな。あ、ありますあります。もうそれが活力みたいな。あ、そうなんだ。はい、ご飯も結構一人で食べるの？ご飯一人ですね。きつい。なんか YouTube がなんかもう友達みたいな。はいはい、わかるわかる。そうだよね。じゃあ焼くね。お願いします。お願いします。久しぶり。うわー、やばい。これいく。これ何味？塩。あ、これ醤油です。あ、これが醤油。なんか2枚ずつ焼いてみる。そうですね。これがね、味噌ちゃんでございます。うわー、すごい。そのままお店に出てる牛タンらしい。あ、そうなんですか。それがもう届くの？え、そうやばっ。めっちゃ分厚いし、そう、なんかすげーがちゃんと入ってある。あ、そうなんだ。すごっ。あ、ほんとだ。いやー、美味しそう。上がっちゃうね。あ、質問読もっか。はい。ね、いくら何来てるかな。ね、あやれな質問コーナー。響きかわいい。若い。カップルっぽい。カップルっぽい。これがどうですか。あ、いいね。二人が求める男の絶対条件。うわぁ。何？何がある？絶対条件。絶対条件か。最近さ、あの、ふくれなとさ、マーサが撮ってる動画見たの？あ、それでさ、そう。くれなさ、面白い人作ったじゃん。はい、私も同じなの。うわ、いや、絶対そうじゃない。そうですね。もう面白くなかったらいる意味がもうない。わかる。もうおもんないみたいな。そう、なんかかっこいい人が絶対いいとかいう人もいるじゃん。でもいますよね。いるけど、もう面白いが結構本当に最優先。私ももうかっこいいとかは二の次三の次じゃないですか。あなたは本当にすごい。私21の時、はい、あ、マジいけなすぎて言ってたからね。え、ちょっと一回食べよう。うわ、いい匂い。いただきます。いただきます。おいしい。おいしい。うまっ。おいしい。おいしい。うん、分厚いですね。うん、めっちゃ分厚い。うまっ。男の絶対条件は面白いね。これ一択ですよね。うん、一択。二人は嫌なことがあった時どう乗り越えますか？最近嫌なことついて教えてほしい。いや、本当に。はい、いや、私21だからもう無理、実感があると思うの。そうですよね。に試しすぎて一人になる瞬間はあんま作りたくないの。今もさ、しばゆう公開オンエアの方に行ってるからさ、激しいですよね。週5以来ね。5、なんか寂しいのよ。寂しいですよね。どうやってその際嫌なこととかさ、はい、ふんってなった時に、はい、またこうなったのかっていうのがすごい今回のやつが気になる。そうですよね。なんか、うん、ちょうど、うん、年末だったんで、うん、親に励ましてもらったっていうのと、あとやっぱり友達に話して、うん、いろいろあったねみたいなのを聞いてもらって、
分でして、はいはいはい、自分でやっぱモヤモヤするところを人に聞いてもらうっていうのね、やって大事だよね。誰行く？あ、別れた元カノと友達になるのはありな。うわー、これえ、もう一択なんだけど。なし？なしです私もなし。無理。無理ですよね、うん、で友達になったらまた、うん、ずるずる行くだけですよね、うん、なんか、やっぱお互い好きな気持ちってちょっとあると思うんで、うん、しかもさ、やっぱ一線、体の関係になってるわけじゃん。だからなんか普通の友達として接することがもうできない、うん、できない。そうですよね。付き合って別れた後にまた友達としてってあんまかんいない。いないです、うん、私もなんか、うん、ちょっとだけ話すとかはできるんですけど。いや分かる、そうそうそう、ちょっとなんかちょっと必要な連絡取るとかはできるんですけど、うん、やっぱ友達には絶対戻れないから、うんうん、絶対また体の関係あるなって思っちゃいます、うんうん、で今の人に対して嫌な思いをさせるから、そうですよね、付き合ってる人とか見たらさ、ね、元彼とまた会ってるってなったら嫌だよね。あるって思いますもんね、うん、なしですね。はい、なしです。なし派です。肉うめー、美味しいですよね、うん、これとかありますね、なんか幻滅した元彼エピソード。わー、何ですか。あるな、あるな、ごめんごめん。あ、すいません。あるある。私は同棲してたのよ、はい、柴犬の一つ前の人と。ああ、何歳ぐらいですか。それこそ本当21って。わあ、し、そう、今ぐらいで、今ぐらい、そう、ふくれな、今のふくれなぐらいの時に、はい、幼稚園の先生だったのね。歌が上手くてカラオケとかの趣味もあったし、はい、まあ、でも結構似た者同士ではあったんだけど、はい、冷めた瞬間が、はい、女の子って結構感情的にバーンってなるじゃん。はい、なります、ね、ってなった時に相手も同じようにこう対応してきたのね。あ、バーンって言ってきた。バーンって言ったらうわーってやってきたの。うわっ、怖っ。えっ、うわーって言って、でもうえーって、なんこれ、あーって追いかけてきたりとか。えっ、怖っ。そんな人います？結構バーンってなるとそういうのがあって、あ、こういう人とは絶対結婚できないなって。その人も別に私みたいな人じゃなければそうならないかもしれないから、はい、やっぱ相性だと思ってて。相性ありますね。やっぱ趣味とかじゃないですよね。じゃない、喧嘩した時の態度、態度ですよね。極限のその人間のさ、本性、そう、本性が、そう、そこで見えますもんね。見える、あるよ、作れなは。なんか普通に嘘つくって、普通の顔してめちゃめちゃ嘘ついてきてて、うんうん、外面良すぎる人って確かに悪いんだなって思って。わかる、騙されちゃダメだよね。そうですよね、実は表に出てないだけでね。普通に嫌いな男性のタイプ、はい、うわ、あるある、チャラい人。多分一緒です、一緒です。ほんとそう、マジで、なんか、まあ、嘘つくのもそうだけど、はい、そのいろんな人に平等な愛を注ぐ、なんか本心が見えない人っていうか、はい、確かにいろんな人にいい顔しちゃうみたいな人は嫌い。わかるわ、うん、嫌いなタイプ、うん、こう見た目とかでもいいですか。あ、いいよ。めっちゃ失礼なこと言うの、うん、いいよいいよいいよ。何、めっちゃ失礼ですけど、うん、やっぱ細身の人が好きなんで。あ、はいはいはい。じゃあちょっとぽっちゃりは苦手。苦手です。あ、友達って思っちゃって。わかるわ、私もそうかものはあるかなっていうのはあって、まあ、嫌いじゃないんですけど、うんうん、付き合いはしない、付き合いはしないタイプかなとは思います。え、ちょっと待って、聞きたい、はい、はい、聞きたい。あの、年上の先輩を落とす方法、すごい年上キラーそうじゃん。いや、そんなのあるよ。え、どっちが多い、年下と年上付き合ってきたの。年上しかないです。うわ、本当に年上しかない。マセガキじゃん。すんません。え、どうやったらさ、その年上のさ男性をさ、こう落とせるの。落とすというか、なんか私そんな姉御肌じゃないんで、うん、面倒見てあげたいみたいな個性が多分ないんですよ、全く。はい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 。なんかやってもらえれば嬉しいなっていうスタンスなんで、うん、だから勝手にやってくれる人が。ああ、そっか。じゃあ勝手に下を排除してんのか。そうです。もう自分で下は無理ってなってんのか。なってます。あ、そうなんだ。落とすってなったら多分褒めるとかじゃないですか。はい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 、すごい。年上って言ったらもうすごいとか
か初めてとか言うと好きだよね。2人の共通点、2人の似ているなって思うところ、うん、これは何だろう、その好きな男性のタイプとか、はい、ここだけはダメとかは似てるけど、本人そもそもはなんか違う気がする。だって社交的すぎるし、すごいですよね、うん、そんななんかダメなって感じじゃないじゃん。そうなんですよね。あの女性編集の運動会の時にさ、はい、みんなで集まった時に私がクレナが意外とシャイなんだなって知ったの、はい、で、可愛いと思ったよね。しかも今さ、今の年齢だともう完全下じゃん、はい、だからさ、人しかいないんで。そうだよね。だからクレナが28になった時もしかしたら、はい、やばい怖すぎます。まだみたいな遅くない、ま、怖い準備まだって。さすがにそうは多分ならないですけど。何かあるかな。マイボス。そうだ、マイボスしてる。マイボス友達。マイボス友達です。マイボスフレンド。え、どう。あ、でもこのまつげの木はめっちゃ見えるようになったんで。わかる。そこがなんか光がこう生えてくるんで目キラキラするな。え、マジでなんか本当に目だけでこんな変わるってぐらい変わる。すごいですよね、埋没。全然変わる。悩んでる人に本当におすすめしたい、ね、え、怖かった？全く怖くなかったよ。え、すごい。私ちょっと怖かった。あ、怖かったですか。ちょっと怖かった。え、マジ埋没おすすめだよね。うん、うん。お互いに尊敬しているところは？おぉ、もうちょっと欲しいな、欲しいな。あります。いや、本当にあります。本当にすごいなって思うのが、どう思われててもいいから自分を出せるところが本当にすごいなって思います。嬉しい。マジでこれはマジどう思われてもいい。いや、本当にそれが多分できない人ほとんどなんですよ。そうなんだ。 0.1% って感じです。私多分できないんですよ、そういうの。すごい影響されて、こっちにもこっちにも行っちゃうんで、はい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 、だからなんかモジモジしちゃうというか、なんかあんまり自分が出せないというか、はいはい、で、なんか怖くてツイートとかも、なんか文章のツイートとかできないです、私怖くて。クソしてる。すごいなって思うのも。確かになんか怖くない、恐れないんだよね、いろいろね、私はね。でもこれは本当に誰にもマネできないところだなとは思うんですよ。ありがとう、嬉しい。いや、でも本当にいっぱいあります。私はもうだから21歳の自分と比べてて、はい、普通に一人暮らしができてるのがすごすぎる。あ、本当ですか。しかもペット飼ってるじゃん。ペット3匹で動画撮ってるじゃん。はい。ありえない。本当ですか。無理無理無理。絶対できない。無理。本当に若いのにその行動力とその実家に帰らないでここにいるっていう、その本当できない。本当ですか。あ、嬉しいな。あ、すごい、あ、嬉しいです。あ、入ってる。あ、取っちゃう、取っちゃう。いや、あとね、なんだろうな、過去の好きだった人とか元彼を忘れる方法。忘れる方法、正直これさ、もうないよ。ないです、うん、忘れる方法っていうのはない。だって100ない。忘れないですよね、うん、忘れられるわけがないじゃん。だってさ、1個覚えたことなかなか忘れなくない？みかんっていう物質があったとすんじゃん。み、これみかんって言うんだよって言われてさ、みかんだったことを忘れるのは無理じゃん。無理です、それは。だから、どうしたら好きじゃなくなる、その恋愛感情じゃなくなれるかっていうところだよね。いや、もう時間じゃないですか。時間かな。時間が解決するしか。いや、私結構ね、バッて切り替えられるのね。なんかすごい、なんかでもね、めっちゃ考える。好きじゃなくなるためにめちゃくちゃその人のことをめっちゃ考える。おお、待って、いいとこばっかじゃないぞって思い出す。別れた後ってどうしても美化されてる部分が超フラッシュバックするんだけど、待て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 、もうちょっと深く考えよう。でそういう時はなんかこう上っ面だけ、例えばアルバム見て泣いちゃうとかさ、あるやん。あります。でもそのアルバムだけってさ、もういいところ未行動の部分が残ってるじゃん、はい、じゃなくてめっちゃくちゃ8時間ぐらい瞑想すると、え、全然じゃん、別にそんなしたことねえやって思い始める。おお、そうするとパンって切り替わって、全然良くねえわみたいな気持ちに無理やりも心をこう、そうじゃないと多分無理って言うので、そう、なんかしんみりしんみりしちゃうから。分かります。いやいや、全然全然大丈夫大丈夫大丈夫、もう言い聞かせ、言い聞かせるのか、思い出しまくる。逆に私も日記で忘れられたかもしれない。日記めっちゃ書いてて、私日記書いてるの。すっごい
熱気、あ、ジブリの主人公じゃん。毎日じゃないですか。毎日じゃなくて、うん、でかいことがあったら書くっていうので、スケジュール帳とかに書いてたんですよ。なんか、今日は何月何日で、何々があってどう思ったっていうのをめちゃめちゃ書いてあって、それを見て、あってなって、ちょっと楽になったっていうのがあります。あー、それはじゃあ付き合ってる時にこう書いてる時なんだ。そうです。すごーい。まあほとんど愚痴なんですけど、喧嘩日記みたいな。はい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 。絶対みんな美化してんだよね、元彼忘れられないとか元カノ忘れられないっていうのは。だからもう逆に考えるっていうのはあり、ね、そうですね。なんで別れたかをちゃんと考えて、そう、綺麗なとこだけ思い出さないっていうところですね。うん、大事だと思います。さ、なんかあと2個ぐらいにしようかな。そうですね、ラスト2個ぐらいで、ね、じゃあ苦手な女の人のタイプはありますか。苦手な女の子のタイプめっちゃある。おっ、おっとおっとおっと。私はズバリ言えるんだけど、はい、自分みたいな人、自分と似てる人が本当に苦手、はい、私みたいなタイプ。おだから私が自分が中心でいたいし、はいはい、まとめてあげたいから、はい、まとめてる人がいると、ああ私がそこやりたいもんみたいなポジションが、そう、ポジション的に自分が不必要になってしまうのが嫌で、はい、だから私の周りは結構私はいいわっていう人が、あ、謙虚な人だよね。そう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 、目立ちたがりじゃない人が、おおおおそしたらなんか YouTuber みんな嫌いみたいになっちゃう。やば、そうではないんだよな。なんか私も多分愚痴というか、その不安を言わない人はただ聞いて流したいだけなのかなって思っちゃいます。私の不安を引き出して、愚痴とかを引き出して、はいはいはい、それを言いたいだけなのかなって思うんで。わかる、流し屋みたいな人は、あー、もう情報屋さんみたいな、わかるわかる。なんかだから自分の不満なとこも言った上で話し合いたいよね、たいっていう。そういうのを言わないで、どうだったの、何だったのって聞いてくる人は確かにちょっと怪しい、ちょっと怪しいなって思っちゃって、警戒心めっちゃ出ちゃいます。これは本当にいいことを言うね。確かにって感じ。心底の部分を見せ合える人がいいね。聞いてくるだけとか、ね、言ってくるだけは嫌だ。いや、嫌です。だからお互いやっぱ暴露し合うような感じっていうか、まあ、暴露というか、うんうん、こう本音で話し合える人だったらいいなと思いますけどね、うん、そう、でも女ってそういうとこあるやん。なんかあります、嫌いな人が被ってると気が合うって思う女の特性。それみんな多分そうです、絶対みんなそう。絶対100で、絶対そうでしょ、みんな。なんか私もこの人好き、私もで仲良くなるじゃなくて、共感とかじゃなくて、じゃなくて、なんかそこは好きで共感じゃなくて嫌いで共感して仲良くなることが結構多いんだよ。ほぼそこですよね。え、だよね。これ本当女の嫌いな部分。ちょっと嫌な部分が、嫌な部分です、すみませんけど。最後の一個か、ラスト、ラストだね。ラストはちょっと、え、なんだろう、やっぱその同棲とか、そうですね、長い期間一緒にいるとかで、はい、同棲する中で気をつけてることみたいな、え、なんだろう。多分私もそれ多分参考にしないと今後多分ダメです。今後それ多分失敗した。なんだろう、その日に起きた不満を、うん、その日のうちに絶対に解決するっていうのはめっちゃ心がけてるかも。我慢しないってことですか。我慢しない、なんかって我慢しちゃうと違う部分に反動で出ちゃうっていうか、例えばなんか物の置き方とか、こう態度とか目線とかでイラってしてるのってなんか人間出てくるじゃん。そうですよね。それを私は一番は素直であることが関係がうまく気づいていけるポイントだと思ってて。確かに、その変化球とか、はい、なんか気づけみたいな感じにしちゃうと、はい、だんだんこうちょっとうざったくなってくるじゃん。そう、私多分そっちでした。多分そうなんだ。なんか言えなくて、その時に、いや、そうだよね、ちょっと落ち着いてからやんわり言っちゃうんですよね。鮮度大事で、はい、今嫌だって思ったことはそのテンションで伝えないと、あ、そんだけ嫌だったんだとか、自分のこう伝えたかったことが 100% の気持ちでは伝えられてないわけじゃん。そうなんですよね。でも大事だと思うよ。すごい、あの 20% ぐらいの怒りに抑えた状態で伝えることでマイルドになるけど、はい、なんかどっか多分蓄積
がこう積まれちゃうんだよ。なんかすごい、多分すごい量でチーズもで、そうなんだよ、わーってなってからドーンって怒っちゃうんですよ。100あるうちの、まあ、80で伝えて20が貯蓄されるみたいな感じ。はい、あ、そんな感じで、この20がどん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 詰まってって、あーなりますね。それで多分バーンってなっても許してくれる人が多分どんどん仲間、ね、になっていくというか、ね、でもそうありですね。私も爆発しようかな毎回毎回。でも苦手なんだろうな、きっと。なんか溜めちゃうというか、いいやって。そうなんですよね、うん、LINE でもいいじゃん。 LINE でも言わない。 LINE でも言えないですね、あんまり。うわーすごい。なんか多分、うん、好きで思われたいっていうのがすごいありすぎて、嫌われたくないっていうので。そっか、多分失いたくない。私失っていいと思って、いつだって失っていいと思ってきてる嫌われてもいい、失ってもいい、それでも私は素直でいたいっていうポリシー。もうすごい、やっぱそこからもうアイナーさんができてるっていうか、なんかもう確かに貫いてるのがすごいなって。やっぱ私もそうなりたいです、マジで。まあ、なんか失うものあるけどね、アンチとかすごい世間からいろいろ思われるけどって。いや、ちょっと今日めっちゃ話したかった。楽しかったです、めっちゃ。結構話したよ ね、 結構話したよね。今日はね、ちょっとふくれなとの初の動画だったから、はい、最初ちょっと緊張したよね、うちらね。ちょっと緊張してます。今、いい感じにね、いい感じです、いい感じに温まってるから、はい、ちょっと今後もなんかこう、二人で作とかね、はい、やっていただけたら、はい、お願いします。ということでですね、今日、はい、もう、ふくれなとね、バクバク食っていたこの牛タンなんですけど、はい、牛タンの提供なのよ。提供動画でバクバク。そうなのよ。いや、なんか一緒にお仕事したかったし、はい、でも話したかったっていうのもあって、はい、これをね、ちょっとふくれなちゃんにね、一緒に やろうって言って、紹介させていただいたんですけども、はい、こちらの牛タンですね。これ、おうちでマジ牛タンっていう。マジ牛タン。500g で2980円っていうのはなかなかまあリーズナブルな、ね、安いですこの量で。そうそうそう、焼肉屋さんとか行ってこの量でできたら多分もうちょいすると思うんだけど、はい、しかも味も美味しい、美味しかった。そして手軽にこうやってお家で牛タンの焼肉がね、食べてペッてしようよっていうお家でね、はい、はい、美味しく食べられますというね、牛タンでございます。はい、で、こちらの牛タンがですね、2パック以上で送料が0円です、無料になって、で、4パックとなるごとに1パック無料でついてきます。すごいすごいです。見てくれてる中で新宿区に住んでる人ってマジ 0.1% ぐらいいないと思うんですけど、新宿区限定で、はい、あのこのお肉ちゃんたちがウーバーイーツとか出前館とかで配達をできるっていうサービスがね、3月1日からスタートするみたいなので、新宿区に住んでる人だけそのサービス使えます。でこちらのね、おうちでマジ牛タンのなんか公式ソングがあるみたいです。それが論文のあつしさんが入ってるバンドのグループの人たちが歌ってるみたいなんですよ。すごい。それをなんかこう聴いてみてくださいっていうことでね、ご紹介いただいたので、ちょっとみんなもよかったら聴いてみてください。私論文のあつしさん会ったことあるんだよね。すごい。本物だーってお互いで芝居と言い合ってうん、いい人でした。すごい。はい、なのでチェックしてみてください。ということで、ふくれなのチャンネルも下に貼っておきますので、またちょっと動画一緒に撮ってね。撮りたいです、ね、撮りたいです。お願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。こちらこそ、みんなも質問ありがとうございました。ということで、バイバイ。